の物差しを持とう、カッコ、チャートということでお話をしていきたいと思います。チャートというと、株式の取引であったり、FX、為替であったり、あとはまあ仮想通貨であったり、というので、使うものですかね。まあ、ロウソク足と言われるもので、棒で、上がったら、例えば陽線下がったら、陰線、黒い線で書くとかっていうふうに、書いていくんですけども、今回は、あくまでもそのチャートを例にとって、メインのお話は自分の物差しを持とう、自分でいろんなことを判断できるようになってくださいというお話ですね。このチャンネルではこのように、まあ、数字を利用して、数字を使ってお子様の能力開発に役立つような、情報を流していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、チャートの話なんですけども、ちょっとこの本ですね、坂田五法は風林火山、例えば相場、株式取引や FX、あとは、仮想通貨なんか、値動きがあるもの、売ったり買ったりするものですね、売買があるもの、必ずチャートというふうに書けます。ロウソク足で書けます。この本なんかは、昔の米相場、坂田五法は風林火山、米相場の時の、日足であったり週足であったりのチャートの説明がありますので、まあ非常に、よくできた内容だと思いますので、もし興味がある方はまたそちらの本、見ておいてください。子供たちも見てる子たちも多いと思うので、何も株の取引をしなさいとか言ってるわけではなくて、あくまでチャートを使って、自分で判断できるようになってほしい。大人になった時ですね、ソロバン学習、ソロバン教室から学ぶ、ソロバン教室から始める金融教育というのでもこれから少しずつ上げていこうと思うんですけども、今の子たちが、大人になった時にしっかり資産運用できる、自分の判断で売ったり買ったりできるようになってほしいんですね。例えば、誰かが日経平均3万円まで上がるから、その話を聞いたからといって、株を買うんではなく、逆に、誰かが1万5千円まで日経平均暴落するよというから、その話を聞いたから売るんではなく、あくまでも当然人の話は聞いた方がいいと思います。参考になること必ずいっぱいありますからね。で、その人の話を聞くんですけども、3万円になるっていう人もいれば1万5000円になるっていう人もいる。その話を聞いた上で自分で判断して売りと買い、自分で判断できるようになってくださいという話ですね。例えば、じゃあ中学受験、子供たちが中学受験をするとき、友達が、周りの子たちが中学受験するから僕もなんとなくやってみようかな、ではなくてですね、この学校に行ってこういうことがしたいから僕は中学受験したいんだというふうに言えるようになってほしいんですね。今の子たちがまあ大人になって仕事をするときに、いろんな仕事、とにかく数字がつきまとうと思います。じゃあ25度から30度の間で温度を一定に保って作物を育てよう、温度管理なんですけども、結局は数字の制御ですよね。25から30、例えばこの作物であったら、糖度を、10% 前後に持ってくであるとか、必ずやっぱり数字の制御なんですよね。そういう意味で非常にソロバン学習っていうのは、子供たち小さい頃から数字に慣れ親しんでおくことっていうのはすごくメリットが多いと思います。そのソロバン学習でも、みんなが6年生になって辞めるから、僕も辞めようとかではなくて、やはり自分の判断で、周りの子は辞めるんだけども、将来こういうような仕事をしたいから数字に強くなりたいであるとか、中学生になっても、続けてみたいんだという自分の判断を持てるような、子になってくれればと思います。で、特に金融のお仕事でもそうです。必ずこういうようなチャートですね、これもいろんな数字、とにかくいろんな数字で、判断していく。例えば、まあ覚える必要はないですけど、例えば、525、これは移動平均といって平均値が株価のこれぐらいなんですよ。そこから今の株価はマイナスになってます。逆に13週26週の平均ですと、プラスになってます。そうした時に自分でこの全て数字なんですよね。パッと見るとこう525、13、26、ここは株価の平均値、今の株価に対してマイナスなのかプラスなのか、全部やっぱり数字が出てるんですよね。これをパッと見た瞬間に、ここで買っていいのか売っていいのかという瞬時な判断、ここら辺は日頃数字を扱ってる、ソロバン学習で日頃数字を弾いてると、この辺りは非常に得意になってくると思います。そういう部分でも小さい頃からの、数字の勉強、ソロバン学習というのは役に立つんではないでしょうか。
今回のメインですね、ちょっと脱線してしまいましたけど、とにかく、自分の物差しを持とう、自分の物差しですね、こういうような定規、今定規ですよね、物差しとは言わないのかもわからないですね、自分でこの定規を自分の中でぴったりこれを持っていれば、このボールペンが長いのか短いのか、この株が高いのか安いのか、右に行ったらいいのか左に行ったらいいのか、自分で判断できるようになるぐらいのしっかりとした自分の中で物差しを持ってほしいというようなお話です。はい、まあだいぶいろんな話で脱線してしまいましたけど、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。